それは夢？それとも前世の記憶？なんだこれ。待って、ってことは俺死んだのか。金、塩化ナトリウム、砂糖は単体と化合物は出せるけど、異世界人としても異常じゃないか俺。召使のシャルロットです。いつものようにロッテとお呼びください。エレンでしょ、あなたの家庭教師。アルマ君、あなたがどうしちゃったの。まさかそれに毒を。混ぜてないよ。左手で物質創造、右手で物質消去。こんな大きすぎる力、何の代償もなしに使ってられるのか。この病気もお薬ないって父上言ってたよ。治すつもりがないのか。誰も余はもう助からぬのか。今お前が調合しようとしているものは何だ。説明できぬのならそれは毒だ。諦める、運がなかった。冗談じゃない、ちゃんと効く薬があればよかったんだ。ならばお前も名が神明を落として薬を差し出せ。それが薬師の責任と誇りというものだ。傍観はやめだ。未熟者がざれ言を申すな。悪死病を治せる者などこの世におらん。薬は存在します。そしてそれはあなたも飲むべきものです。俺はこの世界でもまた妹を失うのか。お嬢様、ファンロ君ダメ。ブランシー、店を作ること。どんな人にも安くて安全な薬を提供できる、そんな薬局。